いたしますわ。あーふふふ、船長賞、イエンドゥシェン、エビのポテト包み揚げ、黄金ガニ、どれも次回頼むしかないのか。次はあと何年待たねばならぬのじゃろう。ファルザン先輩が一気に落ち込んじゃった。なるべく高い料理を選んでもらえる？ご飯を食べたらなんだか元気になってきた。美味しいものって眠気を覚ましてくれるんだね。先生が私にこうおっしゃったんだ。若者がずっと論文と本に埋もれているべきじゃない。機械を作って各地の星空を見に行くべきって。つまりインターンってことかな。でも本当に疲れる。はあ。安い食材だけで高級な料理を作るにはどうすればいいのかしら。まずはやっぱりいい名前をつけることから。気づかれてしまいましたわね。昨夜私が同意した時、皆さん徹夜でしたし、船酔いもしていましたから、次の日はあまり食べられないだろうと思っていましたので、その結果は見ての通りですわ。こんなにたくさん要求をしたのに動じないだなんて思いませんでしたの。はぁ、あはあ、市場調査をしっかりやっておかないと。こういうことになりますのね。二人への報酬は別に高くないんだろ。結局お前が少しでも損しないようにって欲張りすぎただけじゃんか。次はこんなことすんなよ。だからこそオイラはたくさんの経験をして学んだんだぞ。船長賞とイエンドゥシェンは食べられんかったが、半減休館も悪くなかったわい。感謝するぞ。うむ、新型の装置は確かにわしの専門班以外じゃが、ドリーの出した報酬が魅力的でのう。新しい港に来るたびに町に出ては古書を買い漁っておるんじゃ。持ち帰って研究できるからの。ふん、報酬を最低額にして妙論派の前希望者を追い払った甲斐があったの。お兄ちゃん、なりますのね。